中核派口この中核派の洞口智子さん選挙期間中は普通の人間のふりをして杉並区議になってしまったんですが当選した後はですねこのように天皇陛下に対する侮辱を繰り返したりまた中核派の犯罪者テロリストが保釈されるとして大喜びしてその犯罪者を 紹介しししたりりててままっておりますこちらすでにグ口さんの化けの皮が剥がれてしまっておりますが、この中核派なんですが、警察官を集団リンチしてガソリンをかけ、官民を投げつけて焼き殺しており、非常に危険なテロ集団でございます。現在も人を殺すとテロを起こすと明言しているような集団であり、このまま中核派を放置すれば、杉並が、 中核派のテロの拠点になりかねません。杉並に住む有権者の皆様、早急に杉並区議会から政治の場から中核派を追放していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。